遅い。ごめんごめん、ちょっとイルカ先生とラーメン食っててさ。ほら、この先でヤマト隊長が待ってる。さっさと行くわよ。へえ。ナルト、サクラ。ん？どうした？あれ、呼び方が。あ、いや、この前本で読んだんだ。他人とすぐに打ち解ける方法とか。それで本には名前を呼び捨てにしたりすると親近感が出てすぐに仲良くなれるって書いてて、だからそのこれからは二人のことを呼び捨てで呼んでもいいかな。お前でもそんなこと気にすんだな。別に改まって言うことないのに、気軽に呼んでくれていいのよ。そうそう、俺たちに遠慮なんて必要ねえってばよ。あ、うん、ありがとう。よし、さくらちゃん、さい、さっさとヤマト隊長に話を聞きに行こうぜ。よう。あれ、カカシ先生じゃねえか。体はもういいんですか？ま、お前たちのおかげで大きな休暇をもらえたしな。バッチリだ。それで、君が新しいメンバーのサイだっけ？よろしくね。はい。カカシ先生、俺、先生に会ったら言いたいことあって。ん？どうしたのよ、急に真剣な顔して。あのさ、俺たち前の任務で天地教に。その話か。だったらヤマトから全部聞いてるよ。もちろん今の力じゃサスケを連れ戻すことができねえ。サスケは強くなりすぎてる。ま、だったらそれ以上に強くなればいいだけだろ。え？ずっと考えてたんだよ、お前が強くなる方法を。で、とある修行法を思いついた。その修行をやれば、ナルト、お前はある意味では俺を超えるかもしれない。カカシ先生を超えるって一体どんなことやるんだってばよ。お前だけの最強忍術を作る。俺だけの最強忍術？そうだ。ま、今回呼び出しをかけたのもこの話がしたかったからなんだけど、やるか？へっ、今は何が何でも力をつけねえとならねえんだ。少しでも可能性があるってんならやってやるってばよ。いい返事だ。修行は演習場で行う。準備が整ったら来るように。さて、これからのことなんだが、実は僕も修行に付き合わなきゃいけなくてね。その間は私とサイの二人で任務をやっておけばいいんですね。分かってます。さすがだね、察しが良くて助かるよ。え、さくらちゃんってば大丈夫なの？二人だけって結構きついんじゃね？私たちは修行の手伝いできないからね。せめてこれくらいはさせてもらうわ。その代わり必ず修行は成功させんのよ。いいわね？お、おっす。それじゃ僕たちは演習場に向かおうか。カカシ先輩が待ってるしね。おし、やってやるってばよ。
来たな。さっさと始めようぜ、カカシ先生。お、気合入ってるな。で、まずは何をやればいいんだよ。まずは君のチャクラの性質を調べるんだよ。チャクラの性質？それってば何？チャクラにはそれぞれ火、水、土、風、雷の5種類の性質があるんだけど。細かい説明するよりまずはやってみるか。まずは軽く手合わせをするぞ。戦いを通してお前の性質を見てやる。了解。なるほどね。で、俺っては何の性質を？お前の性質は風だな。あらゆるものを切り裂く戦闘力抜群のチャクラだ。俺ってばすげえ。いや、まだ分かっただけだから。これから修行してちゃんと使えるようにならないとね。よし、やってやるってばよ。さて、ナルトの性質が風なのであれば、あいつにも協力してもらうか。なあおい、そろそろ休憩にしようぜ。ほら、歩きすぎて疲れてんだよ。せっかく2尾も借り終わったんだからよ、ちった休んでも罰当たんねえだろ。おい、聞いてんのか、カクザ。よくしゃべる。なんだと？今は黙ってついてこい、ヒドン。あのさ、さっき俺が言ったこと聞いてた？お前。まただんまりかよ。うるさい、何度も言わせるな。お前は黙ってついてくればいい。っていうか、俺ら今どこに向かってんだよ。火の国だ。そこに九尾の人中力がいるらしい。九尾のね。じゃあそいつが新たな邪神様の煮えってわけだ。せいぜいもてあそんで苦しめて始末してやるぜ。やる気になるのはいいが、あまり調子に乗るなよ。いつか帰り討ちに会うぞ。おいおい、それを俺に言うかよ。楽しみだった。第三章、不死の暁。
そう、また負けるとはな。けどな、次は負けないぜ。絶対にお前をあっと言わせてやる。将棋相手ならまだまだアスマに負ける気はしねえな。この野郎、嫌がる。でも今日は珍しい手を打ってきたっすね。棒銀のことか。敵陣突破の先兵、ああいう指し方嫌いじゃなかったっすか。上手相手に玉を守るためには犠牲もやむなしってやつだ。なんかあったんすか。別に何もないよ。ただ今頃になって玉の大切さが分かってきたのさ。そりゃ玉が取られたら終わりっすからね、将棋は。もし木の葉の忍びを将棋の駒に例えるなら、玉が誰だかお前にはわかるか。そりゃほかげだろ。俺もこの前までそう思ってたけど、そうじゃなかった。じゃ誰なんすか。お前も時が来りゃわかるさ。さてと、そろそろ俺は行くわ。なんか用があるんすか。ああ、カカシのやつから野暮用を受けててな。ちょっと演習場まで行ってくる。そんじゃない。よう、待たせたな。お、来てくれたか。悪いね、わざわざ。あれ、なんでアスマ先生がここに来んの。アスマはお前と同じ風の性質の持ち主でね、いろいろためになると思って呼んどいたんだよ。え、アスマ先生も風の性質持ってんの。おいおい、そりゃこっちのセリフだ。まさかお前が俺と同じだと。そうか、そうだったのか。じゃあさ、早速聞きたいことがあんだけど。ああ、だいたい言いたいことはわかる。どうせコツとかそういうのだろ。そう、その通り。しかしコツといってもな、気にかけることはすごく単純だ。チャクラを2つに分割して互いにすり合わせる。そして薄く研ぐような感じで練り込む。それだけだ。薄く研ぐような感じか。ま、お前の場合ちょっと実践交えて教えてやった方が身につきやすいかな。さっき教えたことを反芻しながら攻撃してきてみろ。よし、やってみるってばよ。戦闘開始。やってやる。くそ、ほとんど敗戦しよう。なるほど、もう昔のナルトとは違うってわけ。
つ曲がりなりにも分かってきてるじゃないか。それでいい。今の感じでやっていけば風の性質変化が身についていく。そっか、そっか。なんとなくコツが分かったってばよ。アンガトな、アスマ先生。助かったよ、アスマ。ナルトもしっかり成長してるじゃないか。ああ、どんどん強くなっていくよ。そろそろ新しい時代ってことか。どうした？いや、それじゃあそろそろ俺は行くわ。今度、礼も兼ねて飯でもおごらせてもらうよ。ああ、期待しないで待ってるよ。アスマ。くれないか。どうしたの？何か考え事？いや、そんなもんじゃねえんだが。そう、あのナルトがね。ナルトだけじゃない。シカマロたちも、そしてキバたちも、あいつらしっかり成長してきてやがる。世代交代ってとこかしら。そうだな。まだ足りないところもあるが、それはいずれ身につく。それにしては少し寂しそうじゃない。頼もしくもあり、少し寂しくもあるって感じ。そうかもな。こんなとこにいたんすね。しかまるか。どうした？五代目から召集命令があったっす。今すぐ屋敷まで来いって。召集？何があった？いや、俺も詳しい話は聞いてなくて。わかった。すぐに行く。じゃあ。アスマ。なに、そこまで心配することじゃないさ。お待たせしました。うん。一体どうなさったんです？火の国に暁が出現した。どうやら人中力を捜索しながら徐々に木の葉へと近づいているようだ。ってことは奴らの目的は？ああ、十中八九ナルトだろう。それで我々は遭遇予測地点はすでにシカマルに教えた。お前たちは現場に向かい、そこで奴らを奇襲、その後拘束を試みる。もしそれができぬ場合は奴らの殲滅を許す。とにかく暁を逃すな。必ず見。了解。アスマ大将、よろしくお願いします。ああ、よし、これからすぐに遭遇予測地点に向かうぞ。シカマル、案内を頼む。了解っす。くれない、どうした？任務に出発するの？ああ。
なんだ、もしかして心配してるのか？俺を誰だと思っている？そう簡単にヘバなんてしないさ。それはわかってるけど。すぐに帰ってくる。え。じゃあな。さあ、行くぞ。あら、東先生たちに鹿丸？よう、珍しいじゃねえか、お前ら二人が一緒にいるってのは。ちょっといろいろあってね。東先生たちはこれから任務ですか？ああ。お前たちは？これからナルトに会いに行くとこ。なるほどな。じゃあついでに修行頑張れって伝えといてくれ。そんじゃな。皆さんも頑張ってくださいね。おう、ありがとうよ。さて、それじゃあ私たちも行きましょうか。うん。やってるやってる。お、さくらちゃんとサイじゃねえか。どうしたんだってばよ。もしかして俺の応援に来てくれたのか？違うわよ、カカシ先生とヤマト隊長に任務の終了報告に来たの。うまくやってるみたいじゃないか、二人とも。まあなんとか、サイが頑張ってくれてます。いや、そんなことないよ。で、あんたの方はどうなのよ、ちゃんと修行は進んでる？性質変化ってのがだんだんつかめてきたってばよ。へえ、ちゃんと進歩はしてるわけだ。この調子で頑張ってって。あ、そうそう、さっき東先生たちと会ってね、あんたに頑張れって言ってたわよ。ああ、東先生には世話になったからな、その言葉嬉しいってばよ。東は任務か何かが？はい、任務を受けてるようで、これから目的地に向かうところでした。ま、アスマが帰ってきたら改めて礼を言っておくといい、ナルト。だな。腹減っちまった。ちょうどいい、少し休憩を取るか。ナルト、サクラたちとラーメンでも食べてこい。払いは、ま、俺でつけといていいから。ことはおごりだな、ラッキー。それじゃあ、カカシ先生、ヤマト隊長、私たちはこれで。引き続き任務を頼むよ、二人とも。はい。